こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、やっぱね、なんでね、脳が進化するかっていうことも関係するんですけども、自由な時間を手にするっていうのはどういうことかっていうのは、私ね、思ったんですけども、これ決済を支配してるってことなんじゃないかなと思うんですよ。要するにお金の支払い方法とかお金の受け取り方法をものすごくね、マスターして、あらゆるところでそれを行っていれば、まあ、現金のね、やり取りが早ければ、これ自由な時間を享受できるんじゃないかなと思ってるんですよね。以前私もですね、お給料を払う時って銀行とか郵便局に行ってこうポチポチ押してたんですよ。でも今は、まあ、従業員がいないのもあれですけども、支払い先ってほとんど自動化、まあ、ネットで決済するんですよね、ネットバンキングで。まあ、そうすると出かけていかないし、場合によっては QR コードを読むだけだし、あと LINE Pay みたいなのでも送金できるじゃないですか。そうなるとね、今まで着替えて車に乗って銀行行ってたっていう作業がなくて、まさに自宅で決済できるんですよね。で、昔クレジットカードで自宅でスキャンして送るみたいな、そういうのがありましたね、サービスが。なんていうのか忘れましたけども、プリカとかなんとかだったかな、忘れましたけどね。端末を買ってね、端末を買って USB でつないで、この上にカードをかざすとシャリーンとか言って送金が完了するみたいなのあったんですけども、あれ全然入らなかったですね。流行る前にもうすでにこういった QR コードで決済したりとか、ビットコインとか、あとペイパルで払ったりとかね、ありましたんで、すごく良かったなと思います。何にお金がかかるかって、お金のやり取りにお金がかかる、時間がかかるってことがあったんで、これが解決されるってことは、その分だけ自由な時間になったかなと。だから私 ATM に並ぶってことはもう、全くなくなりましたね。もう何年もないですね、 ATM に並ぶっていうのは。 ATM に用事もないですしね、銀行の窓口にそもそも行かないというね、だからこれが本当に良くなったことじゃないかなと思うんですよ。で、まあ時間も自由になりますしね。で、なんですか、時間を浪費してる人ってのは結局 ATM に並んだりレジに並んだりとか、並んで待つってことが人生の中から排除できてないんだろうなって思うんですね。まあ、サブスクリプションなんて毎月毎月商品サービスを使わせてもらってるのに、支払いは自動ですもんね。簡単ですよね。いい時代になったなと思いますね。あ、それでね、なんか今北海道旭川で性暴力の末にお亡くなりになったね、14歳の中学生の女の子のことがずっと YouTube 中心にネットで話題になってるんですよね。私もそれに関わったりとかしているんですよ、事件解明に。関わってるって言ってもただ見てるだけなんですけどもね。で、それで思うんですけども、これ警察の捜査能力も及んでないし、マスコミも全然取り上げてないわけなんですよ。でもネットを使ったインスタグラムとかツイッターのやり取りをしてる特定班っていうのはものすごく能力高くって、それこそね、警察の権限は持ってないんだけども、捜査権限は持ってないんだけども、捜査権限を持つ警察よりもね、素晴らしい特定ができてるんですよね。これすごいですね。情報を扱うと、もはや住所、年齢、家族構成、逃げることができないってことなんですよね。すごいなと思いました。だからもう、もしかしたら情報収集はそういった人に任せておいて、警察は実行部隊みたいな感じにもなるんじゃないかなと思うんですよ。いや、警察はちょっと遅れてますね、そういう意味で言うと、情報収集能力に。なんでなんですかね、莫大な予算を使って潤沢な人材もいるのに、教育も行き届いてるのに、一人で特定するみたいなね、特定班とか、なんか自粛警察みたいな人がえらい優秀なんですよね。で、結局何が言いたいかっていうと、情報を扱うと国家権力にも勝てるということなんですよね、きっとね。すごいですね、特定班の能力は。それでもう今回の14歳のその性犯罪のね、女の子被害者になって亡くなったんですけども、加害者の顔写真、今どうしているか、名前、親戚、電話番号で、 SNS の全てのアカウント、これがね、日々更新されながら明らかになってるんですよ。すごいですね。もうそうなると、悪事を働いた人ももう逃げられない、丸裸の状態ですよ。すごい時代ですね。